お世話になっておりますマサルです。今回はダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル DHCP について一緒に勉強していこうと思います。それでは始めていきましょう。 DHCP はダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコルの略です。DHCP は通信するために必要な設定値を自動設定してくれる機能です。主な設定値としてホストが使う IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバーの IP アドレスなどが挙げられます。 DHCP を使うことによって自動的に基本的な通信に関わる設定をしてくれます。いちいち人間が IP アドレスの設定などをすることがないので簡単に通信を利用することができています。ちなみに物理的に機器をつなげるだけで利用できる環境のことをプラグ&プレイと言います。 DHCP があるおかげでプラグ&プレイでネットワークが利用できているとも言えます。では DHCP について詳しく見ていきたいと思います。 DHCP が使うポート番号はサーバー宛ての通信で UDP の67番、クライアント宛ての通信で UDP の68番が利用されます。大きく4回のやり取りが行われます。まず PC など IP アドレスの設定を必要とするクライアントが DHCP サーバーを探してブロードキャスト通信を行います。この通信を DHCP ディスカバーと言います。 DHCP ディスカバーを受け取った DHCP サーバーは IP アドレスの情報を提案します。この IP アドレスの情報を使えますよという情報ですね。この情報のことを DHCP オファーと言います。DHCP オファーを受け取ったクライアントは DHCP サーバーからの IP アドレスのオファーを受け入れるかどうか判断します。オファーを受け入れる場合は DHCP サーバーに対してオファーを受け取ったことを知らせる通信を行います。この通信を DHCP リクエストと言います。提案してくれた IP アドレスを使わせてくださいというリクエストですね。 DHCP サーバーは DHCP リクエストを受け取ると最後に利用許可をクライアントに通知します。この通信を DHCP アックと言います。この4回のやり取りでクライアントは DHCP サーバーから IP に関する設定を受け取って自動的に設定を行います。それでは今回もパケットトレーサーを使って DHCP の通信の様子を見ていきたいと思いますが、その前にパケットトレーサーで使うネットワーク構成をここで簡単にお話ししておきたいと思います。パケットトレーサーでは2つのネットワークを用意しています。一つは DHCP サーバーが1台の場合です。もう一つは DHCP サーバーが2台ある場合のネットワークです。 DHCP サーバーが1台のネットワークではクライアントが DHCP サーバーと通信してどのように自動設定を行うのか、その流れを見てもらいます。もう一つの DHCP サーバーが2台ある場合はよくあるトラブルの事例として紹介したいと思います。よくあるトラブルの事例というのはネットワーク内に複数の DHCP サーバーが存在することによるトラブルです。具体的には無線通信をするためのアクセスポイントという機械があるのですが、このアクセスポイントが DHCP サーバーの機能を持っていて、意図せずにアクセスポイントが DHCP サーバーとして機能し、同一ネットワーク内に DHCP サーバーが2台存在してしまう、このような事例がよくあります。DHCP サーバーが2台あるとどうしてトラブルになってしまうのか、そういったところにも注目して今回のパケットトレーサー見てもらいたいと思っています。それではパケットトレーサーに移動します。それでは今回もパケットトレーサーを使いながら DHCP の動きを見ていきたいと思います。いつものようにパケットトレーサーのファイル概要欄からダウンロードできるようになってますので、ぜひダウンロードして一緒にやってみてください。それでは手順に沿ってやっていきます。まず手順1です。シミュレーションモード起動してフィルタは DHCP に設定してください。シミュレーションモードを起動してフィルタが DHCP だけですね。次は手順に PC0 の DHCP を有効にして4回のやり取りで IP アドレスなどの情報が取得できることを確認してみたいと思います。 PC0 をクリックしてデスクトップタブから IP コンフィギュレーションを選択してください。そして DHCP にチェックマークをつけてください。するとリクエスティング IP アドレスということで DHCP が有効になって DHCP サーバーから IP アドレスなどの情報を取得しようとします。通信の流れはシミュレーションモードで可視化されているのでその様子を見てみましょう。まずは PC0 から DHCP ディスカバーができています。
ディスカバーはブロードキャスト通信なので、このようにスイッチはブロードキャストします。 DHCP サーバーはディスカバーを受け取って、自身で管理している IP アドレスの情報をオファーで返します。はい、オファーで返しました。この動きが一つ注意点なんですが、パケットトレーサーの場合は DHCP サーバーのオファーをブロードキャストで返しているようです。本来であれば DHCP サーバーのオファーはユニキャストで返されます。パケットトレーサーを使った環境が特別で、基本的にはオファーはユニキャストで返されると覚えておきましょう。オファーを受け取った PC0 はオファーの中の IP アドレスを使う場合はリクエストを返します。リクエストもブロードキャストされてますね。リクエストを受け取った DHCP サーバーは最後にアックを返します。このアックもブロードキャストされてしまうんですが、このブロードキャストはパケットトレーサー独自のものだと思ってください。基本的にはユニキャストで返される通信です。 PC0 はアックを受け取って、このように IP アドレスを取得することができています。 IP アドレスだけではなく、デフォルトゲートウェイの IP アドレスや使用する DNS サーバーの IP アドレスの情報など、このような情報も DHCP サーバーから情報を取得して設定することができています。では次の手順に行きます。手順3番、 DHCP サーバーの設定を確認しようとありますので、 DHCP サーバーでどのような設定がされているのか確認してみたいと思います。サーバーをクリックして、サービスのタブを選択してください。その中で DHCP を選択してください。すると DHCP のサービスの情報が確認できます。 DHCP のサービスがオンになっていて、デフォルトゲートウェイは 192.168.0.254、 DNS サーバーは 192.168.0.100、 スタート IP アドレスとして 192.168.0.0、 サブネットマスクが 255.255.255.0、 このような設定値があらかじめされていて、 DHCP サーバーはオファーを受け取った時にこの情報をもとにクライアントに情報を返してあげます。 DHCP サーバーは IP アドレスの情報だけではなくて、デフォルトゲートウェイや DNS サーバーの IP アドレスも一緒に管理して教えてあげていることはしっかり覚えておきましょう。それでは次、手順の4に行きたいと思います。手順の4では PC2 の DHCP の機能を有効化します。有効化した時に、同一ネットワーク上に DHCP サーバーが2台あるとどのようなことになってしまうのか、その動きを見ていきたいと思います。一度リアルタイムモードに戻して、シミュレーションモードをクリアしてください。シミュレーションモードをクリアしたら、もう一度シミュレーションをして、綺麗な状態から始めてください。では次、 PC2 の DHCP を有効にします。 PC2 を選択して、デスクトップタブから IP コンフィギュレーション、そして DHCP を選択して DHCP を有効化してください。すると PC2 から DHCP ディスカバーが出てきます。この通信はブロードキャストなので、両方の DHCP サーバーに届きます。 DHCP サーバーはそれぞれ機能をしているので、両方から DHCP サーバーのオファーが返ってくることになります。この時のオファーは早いもの順です。ではどっちがオファーを返すか見てみたいと思います。伝え忘れていましたが、サーバー1が正規の DHCP サーバーだと思ってください。はい、今サーバー1から DHCP オファーが返ってきました。PC2 はサーバー1からの DHCP オファーを受け取って、この IP アドレスを使おうとリクエストを返します。リクエストを返して DHCP サーバーからアックが返ってきます。はい、アックが返ってきて、 PC2 は IP アドレスを無事取得することができました。 192.168.0.1 です。今やった流れをもう一度同じようにやってみてください。一度リアルタイムモードに戻して、 DHCP を無効化してください。スタティックを選択です。この状態でもう一度シミュレーションモードを起動させて DHCP を有効化します。すると先ほどと同じように、 PC2 は DHCP サーバーに対してディスカバーの通信をブロードキャストします。ディスカバーはブロードキャストされて、サーバー1とサーバー2両方の DHCP サーバーに届きます。すると次はサーバー2から DHCP のオファーが届きました。 PC2 はサーバー2からの DHCP オファーを受け取って、リクエストを返します。リクエストを受け取った DHCP サーバーは最後にアックを返します。すると PC2 は 192.168.100.4、 予期しない IP アドレスになってしまっています。なぜこのようなことが起こってしまうのかというと、クライアントは DHCP サーバーからのオファーが早い方を採用するからです。
最初はサーバー1の正規の DHCP サーバーからのオファーが先に来たので採用することができましたが、タイミングによってはサーバー2、他の DHCP サーバーからのオファーが先に届いてしまうことがあります。ただクライアントはどちらが正規か、そのような情報は判断がつかないので、先にオファーを届いた方を採用して、このように誤った情報が反映され通信トラブルになってしまうことがあります。今見てもらったように複数の DHCP サーバーが同一ネットワーク内になるとトラブルが発生することがあるので、そういったトラブルを防止するための施策としてスイッチの持っている DHCP スヌーピング、そのような技術があるのですが、それはまた別の機会にお話ししたいと思います。ここでは同一ネットワーク内に DHCP サーバーが2つあるとトラブルが発生するというところまでを覚えてください。トラブルが発生する原因は DHCP サーバーからのオファーが早い方をクライアントは採用するからです。実演は以上です。お疲れ様でした。今回は DHCP について一緒に勉強しました。 DHCP サーバーで持っている主な設定値は、まずはホストが使う IP アドレス、そしてデフォルトゲートウェイの情報、あとは DNS サーバーの IP アドレスの情報、このような情報を DHCP サーバーは設定値として持っています。そして物理的に機器をつなげるだけで利用できることをプラグ&プレイという、そういうこともお話ししました。 DHCP があるおかげでプラグ&プレイでネットワークが利用できるとも言えます。 DHCP の通信の流れも一緒に見てもらいました。ポート番号はサーバー宛ては67番、クライアント宛ては68番を使います。それぞれ UDP で通信を行います。 DHCP は4回の通信のエーテリが必要です。まずはクライアントから DHCP ディスカバーが送られます。ディスカバーを受け取った DHCP サーバーは DHCP オファーを返します。オファーの中に入っている IP アドレスなどの情報を使いたい場合は、クライアントは DHCP リクエストを DHCP サーバーに返します。リクエストを受け取った DHCP サーバーは最終的に DHCP アックを返して利用許可をクライアントに通知します。この4つの DHCP の通信の流れはしっかり覚えておくようにしましょう。それでは今回は DHCP について一緒に勉強してみました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画参考になれば高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。